ガチャドクだどうもバイスです。ついに始まりました CBC2020 新規サーバントは、なんと自慢の巨大ロボを引っ提げて FGO に乱入してきたオデュッセウスさん。一体どこのロボット対戦から持ってきたんだと言わんばかりのオーバーテクノロジーですね。こんなのと戦ってたドロイア軍って一体。 CBC といえば他にもたくさんの新規概念霊装と男性サーバントがピックアップされてますが、今回の目標はまずオデュッセウスさんは確実にゲットしたい。そして後日ピックアップされるクーフーリンオルタこと、オルタニキ、待ってたぜ、この時を。結構コメントとかで持ってないことを驚かれるんですが、はい、実は未所持です。しかし、ここでゲットできれば、サーバントコンプリートが大きく進む。オルタニキ入れてあと3体。もう少し。概念霊装もコンプリート狙いたいんですが、最悪1枚は交換できるので、ここら辺はゆるーくいこうと思ってます。性能的に欲しい霊装は、星4のエクルーシブテイラーくらいですしね。多分こつらなくても OK なタイプですし、1枚あれば十分なので、ある意味優しい。今回は、事前に、ユキチを1人生贄にして、虹リンゴ201個からのスタートになります。バレンタインと同様に、オデュッセウスさんをゲットしてからスタートライン、できれば省エネで行きたい。月末も、映画公開やアニメバビロニアが、クライマックスで何が起こるかわからないですしね。ここで普段貯めてた徳が試されるわけです。それでは、戦の始まり、早速行きましょう。10連目、レッツゴー！始まりました。一瞬暗転フォー君が見えたかな。まあ、いますよね。スキップ。お、止まった。キンキサー。早い早い。ライダーが来たら熱い。クラスはクラスはクラスは。まあ、そうですよね。やっぱ虹じゃないと。エミヤさんゲット。まだあるかな？ファッ。虹。早い早い早い。ライダーだよね。ライダーだよね。おー、マジで。女性サバは含まれないので、この時点でお自慢。アキレウス含む3分の1。割合的には圧倒的オデュッセウス。二次演出は、何回かは外したことあるけど、これは激アツ。頼むー。来たー。超久しぶり20連直撃。11連になってからは初ですね。やったー。神明オデュッセウス、限界した。人類史を救うというお前たちの大冒険、俺が幾幕化の力となろう。前へ進むための一歩がいかに重く苦しいものか、多少は知っているからな。徳を積みすぎて暴走してる疑惑ある。次回はオルタニキチャレンジですね。こちらもご期待いただけたら幸いです。まあ終わらないんですけどね。本番はオルタニキチャレンジなので、がっつり回すわけではないですが、霊装のコンプリートも狙ってるので、今回は、合計100連分ホグレベルアップを狙いつつ、霊装を確保していきたいと思います。つまりあと99連ですね。途中で霊装コンプリートしたらおさらばですが、できるかな。確率的には、ホグレベルアップもあってもいいよね。ところで、今回疑惑の霊装、乱世上場、ここに描かれてるのは、織田吉報氏らしいんですが、魔王信長が男判定あるのって、この子が関係あるのかな？イラスト的には、確かにどっちとも取れないような、もしかしたらグダグダファイナルで出てきた本物信長は、この子が育った姿だった疑惑ある？本物信長、霊威実装を待ってます。それでは、ガチャの続き行きましょう。報酬受け取りとかで、少し石が増えたよ。20連目。暗転あり。ホーグレベル上げは、暗転なしの方が熱いかもしれない。でもこれで新規霊装ゲットですね。スキップ。霊装。お、星4ゲット。俺様生徒会。星4は、あと2枚あるはず。これだけ新規霊装実装すると、普通の霊装はほとんど出ませんよね。虚数魔術や枯れ巣を狙うマスターには、ちょっと辛いバタかもしれない。霊装。お、2枚目もゲット。これで、星4はあと1枚。パリス君霊装も出てますね。星3霊装はコンプリート。後ろの鎮球の存在感がやばいですね。ミスター、カタパルトも草。デュエルに負けたら、流星になるんですね。わかります。イラストはアニメーターの松浦舞さんでした。俺様生徒会は、欲しかった霊装の一つですね。性能は、星4としては、まあって感じでしょうか。コスト調整で、マーリンやタマモにつけると、結構いい感じかな。
テキストはいろいろ妄想が膨らみますね。イラストはイケメン革命アリスと恋の魔法のキャラクターデザインを担当された TCB さんでした。性能で一番期待してるのはこちらエクスクルーシブテーラー1回のみですが、星4でオーバーチャージを上げられる霊装、少し耐久する高難易度向けのコスト調整用に良さそう。地味にアタック全振りなのもいいですね。イラストは薄バカゲロウさんでした。これで概念霊装はだいぶ集まったかな。あと星41枚と星5 2枚、まあ星5出てないので先は長そう。スキップ霊装いいぞ。2枚目ゲット。でも多分 OC できる回数は増えないので、そこまで突必要な霊装じゃない気もする。おお、星5霊装1枚目ゲットですね。ブルーイリュージョン、これで残り2枚。無敵貫通と防具威力アップ 25%、 ステータスがバランス型で体力よりなのが残念ですね。最近武蔵ちゃん霊装を手に入れたマスターなら追いかけるほどでもないかな。でも無敵貫通効果のある霊装は1枚は所持しておきたいですね。イラストは月刊ゼロサムで漫画カーニバルを連載されている三日薙東屋先生。40連目、また暗転いましたね。これで霊装ラス1かな。星5だと嬉しい。霊装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 。ああ、星4の探偵エドモンでしたね。まさかの続編ものの霊装、これで4枚目かな。今回は星4ですね。性能はまあ使えなくはない。体力全振りだけど。今回から新章に突入したらしい探偵エドモン。一体アニプレは何を企んでやがる。イラストは一貫して和清根先生が担当されてますね。ガチャはついに折り返しの50連目。初めの10連しか金様が来てない疑惑あり。暗転フォー君来たらコンプリート濃厚ですね。スキップ霊装霊装。急に出たスエドモン霊装。やっぱイベント霊装ばっかり出ますね。60連目、こういう時こそ交換素材がいっぱいある大規模なイベントが欲しい気がしなくもない。霊装霊装霊装。金サバ全然来ない。あ、石が。さらばユキチー、首を立つか。アズラエル増えた錬金術ですね。でも残りわずか。70連目、宝具レベルアップあるのか。霊装え、そら早なんだけど。すごい早いです。80連目、霊装霊装霊装。おお、やっと金来た。ライダーライダーライダー、アベンジャー。ああ、 CBC だとそう来るのね。確かにたくましいワンコ。終わりが見えてきた。90連目、宝具重なって。サーバントスキップ瞑想瞑想。あ、普通のサラハヤ。ラスト100連目、ここで出なかったら次回に持ち越し。瞑想お、金回転。チャンスあるぞチャンス。ライダーライダーライダーキャスター。あ、ですよね。ピックアップが仕事した。むしろここまで出なかったのもすごい。
瞑想。お、また金来た。まだチャンスあるよ、チャンス。頼む頼む頼む。ルーンランサー。ノリじゃない方の先生。お、粘る。瞑想。止まった。いいぞいいぞ。そろそろライダーでも良さそうですが、どうですか。あー、これチャンスじゃね。星4はキル系ピックアップだし、結構期待できる疑惑ある。頼むぞ頼むぞ頼むぞ。すり抜けー。かわいいオデュッセウスちゃんだな。はい、ということで合計110連でフィニッシュです。残念ながら、フォーグをレベルアップさせることはできませんでしたが、まだ、次の戦いがあるからね。というわけで、次回は、オルタニキピックアップ、こちらもご期待いただけたら幸いです。それでは、今回はこの辺で、もし、この動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。バイスチャンネルでした。またね。